どうもシーモです、今回紹介するのがバトンエアソフトから発売されている BS スタッカート CO2 ガスガンになります。こういった感じで今風のモデルですね。サイトは就航サイト、緑のですね、後ろの方がホワイトのドットになります。でスライドは、樹脂製で、アウターバレルはですね、スチールとかじゃないけど金属製になりますね。トリガーとかはですね、樹脂製になると思うんですけど、この、スライドストップ、これも金属ではあると思うけどスチールではないですね。でこれがセーフティー、セーフティーはアンビシオンになってます。どちら側からでも操作ができます。でこれグリップセーフティー、こんな感じ。グリップなんですけど、こういった感じの、なんかこう、魚の鱗みたいな感じの柄になってるんですけど、これですね、すごく握りやすいんですよ。すごいフィットするんですよね。若干ちょっと ここのデコボコが結構、この手の指の裏にですね、ちょっと刺さるような感じでですね、なんていうのかな、健康サンダルを踏んだ時の感触が指に来てるような、なんかそんな感触を私は感じましたね。一応ここレールがついてるんですよね。20ミリレール。なんでフラッシュライトなんかも取り付けます。これを外すとマイクロドットサイトが装着できるらしいですね。金属音がいいんですよ。シャキンって音がする。なかなかいいですね。今風のこういう銃が疎いんですけど、いざ買ってみるとなかなかかっこいいなって思いました。カーボネイトの M45CQP、 あれとも変わらんぐらいの破裂音でですね、かなりすごい大きな音がしたんですよ。もうちょっと屋外で実射してきました。もうちょっと不具合なども出たんですけど、まあ、ちょっとこれがですね、私が中古で買って、もう中のパッキンが多分丸いに変えられてるっぽいんですよね。多分バトンさんのパッキンじゃないと思うんです。まあちょっととりあえずですね、20メートルから40メートルの実写動画になります。最後までよかったらお楽しみください。ちょっと自宅でですね、撮影しようと思ったんですけど、ちょっと試し撃ちしたらかなり音が大きかったんでですね、もうシューティングレンジで今撮影しています。じゃあですね、今日 0.25g になるんですけど、40メートルまでのレンジに来てるので、まあ、ちょっと試写していこうと思います。ボンベ交換、ここをしてこいつを外してマイナスライト、これがこれ、JASG 10g CO2 ボンベ、音がかなりすごい。中古で1万6000円ぐらいで買ったんで、開けてみたらパッキンが、ね、多分初めから丸 A のパッキンが組み込まれてるっぽいんですよね。多分バトンさんのパッキンじゃないと思います。30m、ちょっといいとこ
今打ち終わりました。これ何マグ目やったかな、4マグ目3マグ4マグぐらいですね。そんな感じです。リコイルが強いんでちょこちょこ外すけど、まですね、なんかこんな中途半端な位置で止まるんです。うまく卵を送り込めてない。あんま丸いのパッキンがひょっとしたら相性が悪いかもしれんですね。ここのこれは多分純正のパッキンじゃないんで、それでうまくチャンバー内に送り込めなかったのかもしれないです。とりあえずもうちょっと打ってみますね。またこんな感じで多分2発落ちてくる。2発、ひょっとして2発上がってきよるかもしれないです。1回引いたらちょっとわかんないですけど、また乗った。やっぱ2発落ちてくる。なんだこれ。PDI。 PDI 浮く、ちょっと PDI じゃちょっとここが強くなる。
でも PDI 使うなら 0.28 トップ0ならまっすぐ飛ぶけど、よし。